元コンポ乗りのおはしです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は諸問題をぼちぼち解決いたします。現在抱える諸問題、ガソリン漏れ問題、ギアオイル漏れ問題、ヘッドライトつかない問題、ホーン鳴らない問題です。これら諸問題を解決すべくごちゃごちゃやっていきます。まずはガソリン漏れ問題です。ガソリンコックについては新しいものを購入いたしました。それを取り付けるため古いコックを取り外しております。 ダメなコック取り外すことができました。新しいガソリンコックです。こちらはウェビックにて購入、5200円ほどいたしました。実は安いゴムパッキンも購入いたしましたが、おもらしを直す自信がないため新品交換いたします。また時間がある時にガソリンコックの分解、チャレンジしてみようと思います。 ガソリンコックを取り付けることができましたので、タンクを固定して参ります。タンクの固定完了いたしました。続いてエンジン指導前点検を行いました。ギアオイルの漏れがありましたので、拭き取っておきました。続いて給油です。また元コンポカッコ赤から分けてもらうことといたしました。 ガソリンタンクに少しツーストオイルを混ぜることといたしました。オトコンポかっこ赤撤収いたします。エンジンを始動いたします。 少し吹け上がりが悪いです。エンジンが止まってしまいました。再始動いたします。 今私は耳を澄ましております。クランクから出るカラカラという音が気になったからです。クランクベアリングを交換した意味があったのかどうか悩ましいところです。細かいことは気にせず次に進みます。配線問題について進めてまいります。ブレーキランプ、ウインカーはついております。 ヘッドライト、ホーンが鳴らない問題を探って参ります。元コンポの配線図とクレアスクーピーの配線図と睨めっこをいたしました。なぜクレアスクーピーが関係するのかそれは私が左ハンドルスイッチをクレアスクーピー用にしたからです。元コンポ用は非常に高かったので、ケチってクレアスクーピー用にしました。そのせいで、自ら配線地獄にはまってしまいました。配線作業は仕事帰りにぼちぼち進めておりました。途中で投げ出したくなることが何度もありました。 それでも諦めず作業を続けておりました。今回はテスターを使い答え合わせをしてみました。まずはヘッドライトの配線から確認いたしました。ブザーの音が聞こえました。一応配線は繋がったようです。ただ新たな問題も発生いたしました。 ハイローのスイッチが機能していないようです。私の目論見みでは、ハイビームにした時に電気がつき、ロービームにした時に電気が消える仕組みとしたかったのですが、うまくいっておりません。一歩前進しましたが、また課題が増えてしまいました。とりあえず今のところ、常時点灯式で我慢することといたします。 続いて、ホーンの導通を確認することといたしました。導通ありのブザーが鳴っております。ホーンに配線をつないでみることといたしました。 ホーンが鳴りました。今までなぜ鳴らなかったのか不思議で仕方ありません。とりあえずは鳴ったのでライトの配線をつないでみます。つきました。まだまだ課題はありますが、とりあえずライトがついてホーンが鳴るようになりました。ヘッドライト取り付けてみました。完成しました。少しだけ走行テストいたしました。 走行中、ガチャガチャという音が鳴りました。原因はこちらです。キックペダルがはみ出ており、走行中に足が接触、ガチャガチャという音が発生しておりました。新たなキックペダルを探す必要がありそうです。 テスト走行の感想です。ゼロ発進時の加速が非常にいいです。坂道発進も楽々。最高速は未知数といったところです。走行後、ギアオイルを確認いたしました。漏れ問題。まだ未解決となっております。またガスケットをちょきちょきするのは正直面倒くさいです。今後の課題です。ギアオイル漏れ問題。キックペダルに足が当たる問題。解決策をぼちぼち考えてまいります。 この10万円家電コンポの育成を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた ここまでたどり着いた方への特典映像。表題は悲しいお知らせです。以前私はタミヤの 0.4mm 透明プラ板で元コンポのテールレンズを製作いたしました。完成に向け着々と修正を行ってまいりました。フィッティングも大体いいできておりました。帰宅いたしました。テールレンズがありません。あたりを探しましたがありませんでした。この日は風が強かったため飛ばされたようです。 ちゃんとネジ止めしておけばよかったです。また作るか、高いやつを買うか、試案中です。ではまた。